どうもランチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。お待たせしました。今回は吹き機の戦法詳細動画ということになってます。この編成はですね、シーズン11で SP 純域と SP 閣下という武将が登場したことによって組める編成ということでですね、その義の編成と言いますと、曹操を絡めないと厳しいところが多いんですけども、曹操を使わずして強い強テンプレ編成ということでですね、中国ではかなり評価が高くて重宝される編成ということですね。ただ日本ではですね、結構賛否両論がある編成でもあったかなということでですね、今回の戦法詳細動画ちょっと長いんですけども、見ていただいてですね、最終的なジャッジをですね、皆さんに下していただけたらと思います。そしたら組み方をですね、おさらいしておきたいんですけども、こんな感じになってます。はい、一応継承戦法に関してはですね、いろんな合わせ方っていうのがあるんですけども、ベストということだとですね、この継承戦法ということにみたいです。 SP 純域を主将として、核と SP 閣下を副将とした編成ですね。で、 SP 純域にはですね、残壁砲と牢城自主もしくは偽証義神で、核にはですね、援護をつけて血力砂防と滑骨両毒で、 SP 閣下に混迷乱城と憲法破砕ということですね。で、こちらの編成のコンセプトといたしましては、非常に硬い騎兵の編成っていうところがあるんですけども、硬い理由といたしましては SP 純域の固有戦法ですね。こちらが耐久力を飛躍的に上げてくれるということになってます。で、残壁砲も覚えさせてますので、序盤ターンのですね、耐久力っていうのはですね、相当高いということで、この2つによってですね、戦闘序盤は全然ダメージが通らないということになる上にですね、SP 純域がですね、ある一定の制御状態っていうのをですね、跳ね返してしまうということになってますので、相手に対しての制御っていうのもですね、付与できるようになるということでですね、完璧な布陣ですね。で、血力砂防と滑骨両毒を合わせて覚えさせてますので、滑骨両毒っていうのが連発できます。これによってですね、制御っていうのはですね、割と解除できるっていうのとですね、牢城自身を覚えてる場合はですね、さらに回復がですね、追加でできるということで、耐久力も回復力も非常に高いということになってますね。で、ちなみに核に援護をつけてるのはですね、核が一番知力を高くするようにっていうことがですね、案に含まれてるわけなんですけども、その理由といたしましては、3人とも知力高いんでね、一番知力が高い人を誰でも援護つけりゃいいかなって思うんですけども、核のみですね、指揮戦法もパッシブ戦法も積んでないので、その援護することによってですね、憲法破砕を食らったとしてもですね、特に影響がないっていうことでですね、核がベストということになると思います。で、これだけ回復力、耐久力っていうのが高いということになりますと、火力がおろそかになりそうなんですが、SP 閣下がメインアタッカーで、この武将の固有戦法っていうのがですね、部隊全体でアクティブ戦法もしくは突撃戦法を発動した時にですね、割合で相手をダメージ与えるということになってるわけなんですね。で、部隊全体で見回すとですね、アクティブ戦法と突撃戦法っていうのがですね、非常に多くなってますね。合計6つということになってるんですけども、発動率が高いのもありますので、かなり SP 閣下でダメージが出せるということで、耐久型なんですけども、火力もしっかり出せるというところがあります。で、デメリットといたしましてはですね、やはりメインアタッカーの SP 閣下ですね、こちらが突進んでないと火力っていうのは出にくいですし、SP 純域の突が進んでないとですね、耐久力も出にくいっていうところがありますね。で、継承戦法があまりにも高級すぎるので、その他の共存編成っていうのは組むのが難しくなってくるっていうところもあるんですね。なんで吹き機と言われてるということらしいんですね。あまりにも高級だからということでその名前がついてるらしいんですけども、まあそれに見合った強さっていうのはですね、発揮してくれる編成ということになってるんじゃないかなと思います。そしたらですね、今から戦法詳細っていうのを見ていただいてですね、最終的にまとめてですね、こういった部隊が強くてこういった部隊が弱いみたいなのもですね、紹介していきたいと思うんですけども、長期にわたって撮ってる動画ということになってるので、その戦法をですね、確認しているときはですね、その言ってることに矛盾が出てきたりだとか、繰り返しっていうのがですね、あると思います。その点だけご了承いただけたらと思います。そしたら始めていきましょう。こちらドッキバとの対決ということなんですけども、勝ってますね。圧勝って言ってもいいんじゃないでしょうか。まあ相手のドッキバかなり赤いんですけどね、こんな感じで勝ててるのは多分憲法破砕のおかげなんじゃないかなと思いますけどね。
お互いですね、指揮戦法が強力なのを積まれているので、それを解除できるかできないかっていうところで差が出てきてるんじゃないかなと思いますね。あと毒騎馬は奉仕陣を使ってですね、核に火力をしっかり出してもらうっていうところがあるんですけども、お互いが混乱を打ち合うような形になってるんで、で不機器の方は混乱付与されてもあんま痛くないっていうところがありますよね。そういうのもあってあまり相性が良くないのかもしれないですね。こちらドッキバとの対決ということなんですけども、引き分けてますね。で優勢引き分けということでほとんど削られてないっていうことになってますね。でやはりですね、ドッキバかなり赤いんですけども、それでもこんな感じで引き分けられてるっていうことなので、まあこの2つの編成の相性としてはですね、不機器の方が優位なのかなという感じがしますね。こちらドッキバとの対決ということなんですけども、引き分けてますね。でお互いが5000も削ってないという超泥試合ということになってますね。まあお互いの編成がですね、そこまでむちゃくちゃ火力が出るわけではないっていうところはあるかなとは思うんですけども、それでもですね、ドッキバの方がですね、火力っていうのには振ってるんじゃないかなと思うんですよね。なんですけども、こんな感じで泥試合になってるっていうのはですね、やっぱり血力サボ、滑骨領毒の破壊力ですよね。お互いがですね、6回7回7回6回と発動してますので、これによってですね、やっぱりかなり回復できるし、知力っていうのもかなり下げられるっていうところがあるので、こういった泥試合になるんじゃないかなと思います。こちら超危機との対決ということなんですけども、負けてますね。首相抜きされてるっていうところですね。シーズン11ではですね、この超危機が非常に強いということになってるんですけども、制御をかけたりっていうことなくですね、とにかくひたすら平人ダメージでですね、相手の首相抜きにかかるっていう、この超危機との相性っていうのはですね、あまり良くないんじゃないかなっていう気はしますね。閣下がいるんで、長領に対して制限もかけられないので、止めようがないところはあるかと思います。こちら両機器との対決ということなんですけども、勝ってますね。でこちらの編成に関してもですね、非常に火力が高くて、さらにシーズン11ではですね、神父の同骨折というのがありますので、特にですね、強くなる編成ではあるんですけども、憲法破砕が5回発動したりだとか、あと長領の突撃戦法もしっかり発動してるにもかかわらずですね、1万も削れずに負けてるっていうことなんですね。で逆に不機器に関してはですね、火力はそこまでめちゃめちゃ高いわけではないかもしれないんですけども、相手の両機器に関してはですね、耐久力を上げるような戦法を積まれてないっていうことになってるので、勝ち切ってるっていうことになってますね。これもなかなか手がつけられないなという感じがしますよね。こちら両機器との対決ということなんですけども、勝ってますね。ただ大きく削られてるということになってます。やはり両機器火力が高いですから、こんな感じで凸があまり進んでなくて、レベリングも終わってなかったとしてもですね、憲法破砕プラスアルファ、長領に覚えさせる継承戦法がしっかり発動するということになると、ガリッと削れるということですね。こちらは両機器との対決ということになってるんですけども、勝ってますね。1万ぐらいしか削らせてないっていうことになってます。両機器と言いますと、こういった不機器のような編成に対してですね、かなり強いという話ではあるんですけども、各家憲法破砕3回も発動してるにもかかわらず、こんな感じで抜けないということになってますね。長領の継承戦法も結構発動はしてるんですけどね。なんで不機器に対してはですね、有効な編成であるっていうのには変わりないかなと思うんですけども、必ず抜けるわけではないということですね。こんな感じで普通に負けることもあるということですね。こちらは孫大衆との対決ということなんですけども、負けてますね。やっぱり孫大衆強いですよね。憲法破砕なかったとしてもですね、こんな感じで抜けてるっていうことですね。で速攻型に近いような継承戦法にしてるんですけども、制御っていうのをですね、かけようとしない感じがしますよね。即上切りぐらいかなと思いますので、特に跳ね返されても困らないっていうところもですね、強い秘訣になってるんじゃないかと思いますね。こちら延期場との対決ということなんですけども、圧勝ですね。延期場非常に強いですし、凸がかなり進んでる延期場ではあるんですけども、やっぱり残壁砲も積んでいるということになってますので、 SP 純育の固有戦法と硬さを合わせるとですね、めちゃめちゃ硬いっていうことになってしまいますよね。なんでこういった感じでですね、速攻型に対してもですね、強いということになります。こちらゴキバとの対決ということなんですけども、勝ってますね。割と圧勝という感じがします。ほとんど凸が進んでないんですけどね。で意気焦点が跳ね返ってはいるんですけど、損傷庫にかかってないんですよね。なので損傷庫が自由に動いてて、通常攻撃8回打ってて、で一気当選も3回発動ということでですね、ちゃんと仕事してるにもかかわらずこの結果ということなんですね。驚きですね。まあ意気焦点が跳ね返らなかったとしてもですね、意気焦点と戦軍一掃のペアでの強行っていうのは跳ね返るっていう形になりますからね。で、耐久力があまり高くないこのゴキバだったらですね、不機器でも削り切れるっていうことなんだと思いますね。しかし SP 純育の固有戦法での耐久力の高さっていうのはですね、本当にすごいものがあるなと思いますね。
こちらはゴキバとの対決ということなんですけども、負けてますね。ただ半分ぐらいは削って負けてるっていう形になってます。でこのゴキバはですね、多分なんですけども不機器対策といいますか SP 純育対策をしてるっていう感じで意気消沈を入れてないんじゃないかなと思うんですよね。で餓神召喚なんかも発動してないので強行っていうのが反射されることなくですね、思いっきり殴れたんだと思いますね。ただ硬いので削り切るまでの間にですね、相手にもダメージ入れられて、それを回復する手段がないということで兵損が出てるんだと思いますね。こちらはゴキバとの対決ということなんですけども勝ってますね。かなり赤いゴキバですけどね、まあ、ただ意気消沈がありますので、これ跳ね返されて損傷庫が仕事できないみたいなことになったんかなって思われますけどもね。なんでいくら赤くても速攻が で意気先軍系統というのはですね、不機器とは相性はめちゃめちゃ悪いかなと思いますね。こちらはゴキバとの対決ということなんですけども勝ってますね。意気消沈が跳ね返せるんでね、かなりやっぱりゴキバに対しては強く出れるんじゃないかなとは思うんですけども、それでも半分ぐらいは削られてるっていうことになってますので、ゴキバのその瞬発力の高さっていうのが伺えますよね。こちらはゴキバとの対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。結構凸が進んでるゴキバではあるんですけども、やはり意気消沈を跳ね返せるっていうところがあってですね、こういった感じで割と一方的な展開になってるということですね。継承戦法もきっちり組まれた不機器ということになってますので、かなり赤い舞台で速攻型っていうことでもですね、なかなか抜けないかなといったところですね。憲法破砕がないとしんどいんじゃないかと思います。こちらは食器場との対決ということなんですけども負けてますね。割と気持ちよく負けてるなっていう感じですね。核は貫突なんですけど SP2 人は無突っていう感じですね。で原因見たらやっぱりこれでは勘銀兵の固有戦法が7回も発動してるっていうところがあると思いますね。相当上振れてるんじゃないかなと思いますので、ここら辺がトントンっていうことだったらですね、同じ結果にはならなかったんじゃないかなと思いますけどもね。滑骨領毒とか4回発動とかいう感じなんですけど、やっぱり強行をですね解除しきれてない部分はあるんじゃないかなと思いますね。全体的にその戦法の発動数っていうのが少なくなってると思います。こちら食器場との対決ということになってるんですけども、優勢引き分けということになってますね。かなり赤い食器場にはなってるんですけども、で勘銀兵が6回もこういう戦法発動してるっていうにもかかわらずですね、こんな感じでですね、優勢引き分けが取れるということになってるので、本当に倒せる機会っていうのが少ない舞台だなと思いますね。厄介さっていうのは本当にとんでもないと言いますか、この編成出てきてだいぶやっぱり戦場のバランス変わったなっていう気はしてますね。こちら古神器との対決ということになってるんですけども、負けてますね。首相抜きされてるっていう感じですね。で僕古神弓ちょっと戦いにくくなったなっていうことをですね、過去の動画でお伝えさせていただいたんですけど、古神器に関してはですね、この丹寧に雷血戦と百鬼行為を覚えさせてるパターンっていう感じですかね。こちらのその突撃戦法寄りのっていうことだったらですね、まだいけるんじゃないかなっていう気はするんですよね。でさらにですね、ちょっと今回の対峙時には積まれてないですけども、憲法破砕なんかを積んでるバージョンということになったらですね、相手の耐久力をそげるっていうところもあるので、どっちか言ったらこっちの方がですね、今後はスタンダードになっていくような気はしてます。これは呂布三世との対決ということなんですけども、圧勝してますね。っていうか逆に首相抜きしちゃってるっていうところですね。まあ、この呂布三世に関してはちょっと下振れてるかなっていうところはあるんですけどね、憲法破砕を積んでるようなバージョンであればですね、呂布三世でもワンチャンあるのではないかという感じがしますので、もしかしたらこの復帰系統が流行ってくるようなことがあれば呂布三世も復権するのかななんてちょっと思ってます。こちらは呂布三世との対決ということなんですけども、負けてますね。ただがっつり削ってるっていうところではあります。残壁砲とかあったり、あと SP 純育の固有戦法があったりっていうことにもかかわらずですね、こういった感じで負けてしまうっていうことでですね、やはり呂布三世の火力ってすごいなっていうところですよね。で SP 純育の警戒っていうのはですね、割と呂布の固有戦法でですね、剥がしやすい部分はあるかなと思いますので、昔に比べるとちょっと呂布三世がですね、活躍する機会っていうのは増えてきそうな気しますけどね。こちら呂布三世との対決ということなんですけども、一方的に勝ってますね。この呂布三世結構よく見かけて、さらに強いと評判ですよね。曹操とあと加工園と組ますバージョンということですね。で一応ですね、シーズン11は神父があるので、この同個説っていうのがですね、効果的に働くということで、首相曹操ではなく呂布にしてるということなんですけども、何もできずに負けてるということですね。で不機器に関してはですね、凸があまり進んでないっていうところはあるんですけども、継承戦法がかなりきっちり組まれてるっていうことになってますよね。やっぱりこれだけきっちり組むとですね、凸が進んでなくてもですね、こんな感じで速攻型っていうのを跳ね返せるということですね。硬いですね。
こちらも勧誘機なんですけど、長領が呂布のバージョンですねとの対決ということなんですけども圧勝してますね。こちらの編成もちょっと流行ってきつつある編成ですよね。強いという話はすごく聞くんですが、まあこの吹き機の硬さっていうのを抜けるほどではないのかなっていうところはありますね。まあその天下無双がね一回も発動してないみたいなところはあるかなとは思うんですけども、まあ仮に発動してたとしても抜けたかどうかっていうのはですねちょっとわからないですね。ただ憲法破砕をね過去演が積んでて来決戦も積んでるっていうことで3回発動してますよね。ここでうまいこと耐久力って灰を剥いだ時にですね呂布の天下無双をぶつけることができたらですねワンチャンあるのかなという感じはしますね。こちらは勧誘機の長領が首相バージョンとの対決ということなんですけども負けてますね。で首相抜きされてるっていうことなんですけども、この編成で憲法破砕つけられたらですねちゃんと戦法発動されてしまうとまあ抜かれるだろうなっていうところではありますよね。なんで吹き機と戦うっていうので一番いいのはやっぱり速攻型で首相抜きするっていうのがですね一番硬いのかなっていう気はしますけど、これも下振れちゃうとどうにもならないんでね何とも言えないところはあります。こちらは勧誘機との対決ということになってるんですけど、勝ってますね。すごいですね。1万も削らせてないということになってますね。まぁ、ちょっと曹操と長領の凸っていうのが心もとないところはあるかなと思うんですけども、何かしらこう跳ね返せるような制御っていうのでですね、その勧誘機のメタになるみたいなのも特にないような感じがするので、まぁ、なんか力負け感って言ったらいいんですかね。吹き機の硬さっていうのが際立ってるかなという感じはします。こちらは勧誘機との対決ということなんですけども負けてますね。綺麗に首相抜きされてるっていうことですね。恐ろしいですね。まあ、やっぱり憲法破砕が鍵になってるんでしょうね。これで耐久力っていうのを削いだ後にですね首相にダメージをポコポコポコっと入れていくとですね残壁砲が積まれてたとしてもですねこんな感じで抜かれちゃうっていうところですね。長領1突曹操も突ということでですねそこまで突が進んでるわけではないんですけども、この破壊力なんでやっぱり速攻型の中だったらですね特に強いと僕は思う編成ですけどね。こちらは斬首機との対決ということなんですけども首相抜きされちゃってますね。こればっかりはもうしょうがない感じはしますけどね。ただ憲法破砕が積まれてないバージョンの斬首機っていうことになってますから、斬壁砲積んでれば対処可能だったんじゃないかなと思うんですよね。で割とですねこの吹き機っていうのは大体戦法で組まれてるケースが多いと思うんですけども、その斬壁砲みたいな戦法っていうのはですね外さない方がいいということになってますね。でないとこういった感じでですね憲法破砕のない速攻型にもですね首相抜きされてしまうことがあるということですね。こちら斬首機との対決ということなんですけども負けちゃってますね。でこちらに関しては憲法破砕があるので、まあ、なかなか防ぎようがないということにはなってるんですけども、斬壁砲も積んでないっていう形になってますよね。なんでやっぱりこういった首相抜きされるっていうのはしょうがない部分はあるかなと思いますね。結構不利き対策としてそのきっちり継承戦法を組まれてない相手に対してはですねこの長領を使った編成でですねなんとかなるといった印象がありますね。こちらは斬首機との対決ということなんですけども負けてますね。綺麗に首相抜きされてるということになってますね。でこちらに関してもやっぱり斬壁砲が積まれてないっていう部分はあるんですけど、長領憲法破砕2回打ってますから斬壁砲を覚えさせてたとしてもですね解除されて首相抜きっていうのはされてた可能性があるのでなかなか止めにくいですよね。なんでこの吹き機に対してはこういった部隊でですね勝負するのが正解かなと思いますね。でこういった部隊用にですね騎兵陣を積んだ槍の編成っていうのもですね一つ部隊に持っておきたいなっていう感じがしますね。こちらは斬首機との対決ということなんですけども勝ってますね。結構削られてはいるんですけども、こういったですね苦手な速攻型というのにもですねこういった形で勝てるということでですねこの編成だったら絶対勝てますよみたいなのが本当に少ない編成ということになってると思います。こちらノバ軍隊との対決ということなんですけども圧勝ということですね。まあ得意な盾の編成ということになってますし、ノバ軍盾っていうのはですね制御を強烈にかけるっていう感じになってますので耐久力に定評があるというタイプの編成ではないですよね。なんで割と相性はいいんじゃないかなと思いますけどね。まあ異防必死とか血水解除みたいな、制御っていうのはですね、こちらに関してはですね跳ね返せないっていうことにはなりますけども、まあその聴覚の固有戦法とかはですね強行付与してきたとしてもですね逆にカウンター返せるので、で相手が、その弱体状態になって逆に動けないみたいなこともありそうな気がしますけどね。しかし聴覚の固有戦法3回発動してるのに813しか削れてないっていうことでですね相当硬いんだろうなっていうのがですね伺い知れますね。
こちらノバグンタとの対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。やっぱりノバグンタってその騎兵に対してですね、あまり強くないと言いますか、耐久力がそこまで高い編成ではないんでね、制御がうまくかけれないということになってしまいますと、こういった結果になるのもしょうがないかなと思いますね。カッコツ領土4回発動とかいうことになってますので、制御っていうのもうまくかけられなかったんじゃないかなと思います。こちらノバグンタとの対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。ほぼ削り切ってるというとこなんですけども、ノバグンタって結構赤いんでね、吹き気を持ってしてもですね、抜き切れないということですね。得意兵種なんですけど、こういった感じで抜けないということはですね、この編成もやはり強いなといったところではあるんですけども、やっぱり赤い吹き気は本当に硬いですよね。聴覚はですね、5雷5点4回打ってるんですけど、6000しかダメージ出てないということで、これはかなりえげつないなと思いますね。こちらノバ軍隊との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。やっぱこのノバ軍隊って制御はハマると結構強いですよね。決水解除3回とかね、打ってるということになってるんで、まあただそれでもですね、やっぱり1万ちょいしか削れないっていうことでですね、吹き気の赤さが目立つなっていうところではあるんですけども、まあちょっと継承戦法に妥協はあるかなっていうところでですね、ここきっちり組まれてたら同じような結果にはならなかったかもしれないですね。こちらは仙人たちとの対決ということなんですけども、優勢引き分けということにはなってますが、その真っ赤っかでもない仙人たちでですね、しかも得意な盾ということでですね、半分も削れてないということになりますと、これは少し寂しい結果になってるんじゃないかなと思いますね。っていうかこの仙人たち継承戦法めちゃめちゃ高級なんで、これだけしっかり積むとですね、相当強い編成になるなっていう印象ですね。こちらドクタとの対決ということなんですけども、引き分けてますね。ただ優勢引き分けということになってますね。やっぱりこのドクシリーズはちょっときついんかなっていう気はしますけどね、ドク騎馬でもですね、かなわなかったので、兵士的にですね、不利になるドクタってだったらですね、さらに厳しいかなっていうところですね。ただ不景気の特徴といたしまして、その瞬発力っていうのがあまりないので、盾だったとしても抜ききれないみたいなことはですね、結構あるんじゃないかと思います。こちらはドクタとの対決ということなんですけども、勝ってますね。やっぱりその兵士的戦的にですね、得意な相手ということではあるんですけど、結構赤いドクタってですよね。それで線も削られずに勝ってるっていうのはですね、本当に固いという証拠になってるんじゃないかと思いますね。こちらはタイタとの対決ということなんですけども、引き分けてますね。ただ完全優勢引き分けということになってます。これはすごいですね。1000ちょいしか削られてないっていうことになってますので、拳法破砕が思いっきり刺さってるんでしょうね。あと核のですね、血力砂防なんかもですね、このタイタテに対しては刺さりますよね。知力が 20% 減ということになりますので、このタイタテってやっぱり知力に依存したような編成になってますので、血力砂防を食らいまくるとですね、ちょっと思ったように働けないみたいなことになるかなと思います。こちらタイタとの対決ということですが、引き分けてますね。で、兵損だけ見ると一応優勢引き分けということには見えるんですが、まあ泥仕合ですよね。ほとんどお互い削ってないっていうことになってます。でですね、吹き切って盾に対してですね、兵士適性的には得意ではあるんですけども、そこまでね、圧倒的に勝てるっていうような編成ではなさそうな感じがするんですよね。SP 閣下の凸っていうのがですね、しっかり進んできたらまた話は変わってくるかもしれませんし、今回憲法破砕積んでないバージョンの吹き機ということなんですけど、これもし仮に積んでたとしたらですね、またこれは話が変わってくるかもしれないんですけども、耐久型ということでですね、いろんな兵士と戦えるんですが、そのいろんな兵士と戦っても引き分けが多いという感じになってますね。盾だからといってですね、まあそのぶつけていくのは全然構わないんですけども、引き分けて帰ってくることは多いんじゃないかと思われます。こちらはタイタとの対決ということなんですけども、引き分けてますね。で、タイタでほぼ無凸で、で、吹き気は貫凸っていうことなんですけど、これで抜き切ってないっていうことはですね、まあ硬さには定評はあるけども、火力っていうのに関してはですね、まあそんなぶっ壊れではないのかなっていうところではありますね。SP 閣下はですね、大体まあ凸してるとですね、1万5000ぐらいは兵損稼いで帰ってきてる印象はあるんですけども、まあそれでも抜けきれないっていうことではあるんでしょうね。まあ耐えたての硬さっていうのもあると思います。こちらはタイタとの対決ということなんですけども、引き分けてますね。両方赤くてすごいなと思うんですけども、やはり盾の編成ではですね、削れないんでしょうね。3000も削られてないっていうことにはなりますが、これだけ赤かったとしてもですね、吹き気の火力っていうのを物足りないということでですね、相手盾なのに削りきれてないということになってます。
こちらタイタとの対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。ただ優勢ではあるんですけども、そこそこ赤い吹き機でですね、得意な盾で、しかも凸が進んでないタイタに対してですね、抜ききれないっていうことになってるのはですね、やっぱりタイタがめちゃめちゃ硬いっていうのもありますし、あと吹き機っていうのがですね、瞬発力がないということにもつながるんじゃないかと思います。こちらはジョータテの対決ということなんですけども、圧勝ですね。これだけ赤いジョータテはですね、相当強いんですけども、こんな感じで打ち負かすことができているということですね。そこまで赤くない吹き機なんですけどね。こちらはジョータテの対決ということなんですけども、引き分けてますね。優勢引き分けなんですけども、お互いが1万も削ってないっていうことで泥試合になってますね。やっぱり耐久型同士の戦いっていうのはですね、兵種問わずですね、こういった結果になることが多いですね。こちら天候超格闘との対決ということなんですけども、引き分けてますね。優勢引き分けということになってますね。ほとんど削られてないですよね。ただこういった感じでですね、なかなか騎兵なのに盾を削りきれないっていうのもですね、この吹き機の辛いところになってるんじゃないかなと思いますね。こちらは天候超格闘との対決ということなんですけども、引き分けてますね。優勢ではあるんですけども、両方1万も削れてない泥試合ということになってますね。まあその吹き機の強さもさることながら、天候超格闘改めて強いなっていう風に感じる結果になってますね。こちら天候超格闘との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。でお互いがかなり赤いんですけども、やっぱ天候超格闘って強いですよね。苦手な騎兵に対してですね、しかもこの吹き機というですね、まあ、トップクラスに強い編成に対してですね、こんな感じで1万兆しか削られせずにの引き分けということになってますから、相当硬い編成だなっていうのが伺えますよね。こちらは天候超格闘との対決ということなんですけども、勝ってますね。圧勝ですね。天候超格闘って結構硬いんですけども、2000ぐらいしか削られずに勝ち切ってるっていうことで、これも結構すごいなっていうところですね。聴覚が真っ赤ということもありますし、あとその固有戦法1回発動で刮目相対も発動っていうことなんですけど、両方全然ダメージが出てないっていうことになってますよね。とにかく硬さっていうのが際立つ編成になってるんじゃないかと思いますね。これは天候超格闘との対決ということなんですけども、引き分けてますね。ただ完全優勢引き分けということになってます。盾の編成の中では特に強い方である天候超格闘をもってしてもですね、こんな感じになっちゃうんですね。まあ兵士的に不利っていうのもありますけども、固有戦法4回も発動してて6000しか削れてないっていうのは、これはちょっと異常事態かなと思いますね。こちらは天候超格闘との対決ということになってるんですけども、優劣つけがたい形の引き分けということになってると思いますね。でかなり赤い天候超格闘なんですけども、こういった部隊に対してですね、引き分けられるっていうのはですね、やはり相当硬いなっていうところですね。兵士的にはまあ得意な相手っていうことにはなってるかもわからないんですけど、それでもですね、かなり強い編成っていうことになってるので、凸が進んでないと厳しいところはあるかなと思うんですけどね。こんな感じでやれるんであればですね、盾に対して強く出れるなっていう感じがしますね。こちら技法盾との対決ということなんですけども、引き分けてますね。で一応これは優劣つけがたい感じになりますかね。ちょっと劣勢かなっていうところですね。お互い赤いんですけども、やっぱり技法盾の強さが際立ってるなっていう感じがしますね。赤い吹き機でも、これだけしか削れないっていうことですね。まあ、先方の発動なんかを見てもですね、吹き機の方はそこそこ発動してるかなっていうところではあるんですけども、それでもですね、各家の火力で1万出てないっていうことになってますよね。であえて別に憲法破砕を持ってるわけではないということにもなってますので、やっぱり吹き機自体はですね、火力が鋭いっていうわけではないので、硬い編成だったら盾であってもですね、こんな感じで削れないということになるのかもしれません。こちらは技法盾との対決ということなんですけども、引き分けてますね。で劣勢引き分けということになってますね。でお互いまああまり赤くないっていう感じにはなってるんですけども、これで劣勢引き分けっていうことになりますと、同じ赤さだったらやっぱり技法盾の方が強いのかなという気がしてしまいますよね。でこちら食盾との対決ということなんですけども、引き分けてますね。で、劣勢引き分けっていう感じかな。まあ同じぐらいかなっていうところですね。で、赤さが同じぐらいっていうことになってますので、これで盾を抜ききれないっていうのはですね、食盾が強いのか吹き機の火力が低すぎるのかっていうところでですね、まあ難しい部分ではあるかなと思うんですけど、水路断節6回とかいう感じでかなり上振れてるんでね、これしょうがないかなっていう気はしますね。上振れ下振れが同等だったら多分吹き機の方が勝ってるんじゃないかっていうような戦法になってますね。でですね、1個気になると言いますか、この吹き機にね、言及を覚えさせられている人が多いんですけど、
僕ちょっと前の生放送でもお伝えしたんですけど、多分言及ってこの核が味方に巻いた混乱っていうのをですね、核が解除できんようになるんじゃないかなって思うんですよね。で、その生放送でご視聴者さんにこれ追ってますかねみたいな感じで聞いたら、やっぱ解除できませんでしたっていう書き込みもあったので、なるべく言及は避けた方がいいんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうか。またこの辺ご意見いただけたらと思います。こちらは寒中太との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。ただもうちょっとで壊滅ということなんで、何もさせてないレベルということになってると思います。やはり縦の編成でってなるとですね、相当上振れして、でさらに吹き機の方が相当下振れしてっていうことでないと、なかなか厳しいかなという気がしますね。こちらは食卓との対決ということなんですけども、買ってますね。で、得意な盾ということにはなってるんですけども、かなり赤い食盾ということでですね、それでもこんな感じで圧勝できるっていうのはすごいですよね。まあその奇形人であるだとか意気昇天っていうような戦法がですね、不機嫌に全然刺さってないっていうところがあると思いますので、そうなってくるとですね、やっぱり赤くても勝てないということになるんじゃないかと思います。こちらは食盾との対決ということなんですけども、買ってますね。まあ騎兵なんでね、盾に対して強いっていうところはあるかなと思うんですけども、これ水路断絶4回、異防必死2回も発動してるっていうことなんですよね。これだけ上振れてもこういった感じで負けるっていうことだとですね、なかなか不機嫌に対しては厳しい編成なのかもしれないですね。こちら桃園タットの対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってるんですね。凸が進んでないとはいえ、桃園盾は盾なので、まあ、得意な兵種ということになってるんですけど、こんな感じでほぼ一方的にやられてるっていうことなんですよね。桃園盾ってね、不思議な編成ですよね。全然活躍せん時もあれば、弓なんかにボコボコにされる時も結構あるんですけども、こういった不機器のような編成をですね、跳ね返してしまう時もあるということでですね、割とその相手からしたら戦いにくいだろうなっていう感じはしますよね。ただまあ突させるのが非常に難しい編成でもあるかなとは思います。こちらは桃園盾との対決ということなんですけども、引き分けてますね。優勢引き分けではありますね。ほとんど削らせてないということになってます。桃園盾って真っ赤だったら結構強いと言いますか、戦法が読めないみたいなところがあるかなと思うんですけども、今回に関しても抜かれるかなと思いきや抜かれてないですよね。これは異防必死3回っていうのが効いてるんじゃないかなと思われるんですけども、なんか弓にねボコッと負けたりとか、あと強い盾とかをですね貫封したりっていうことがあるんで、割とめんどくさい編成だなっていう気はしてます。こちらは桃園盾との対決ということなんですけど、なんと負けてるんですよね。そもそも負ける機会が少ない不機器でですね、得意な盾に対して負けるっていうのはですね、なかなか見られないんじゃないかなと思うんですけども、桃園盾ってこういうとこありますよね。ポコッと勝ったりっていう謎の戦法っていうのがですね、結構見受けられる編成になってますよね。で、カオの固有戦法3回も発動しているということで、これによってですね、封印再審付与されて SP 閣下が思ったように働けなかったのかなっていう気はしますけどね。あと大火役場なんかで序盤の火力っていうのはですね、全然出なくなってると思いますんで、っていうこともろもろでですね、こういった結果になってるんじゃないかと思います。こちらは桃園盾との対決ということなんですけども、優勢引き分けということですね。3000も削らせてないということになってます。真っ赤っかの桃園盾ではあるのでかなり強いんですけども、それでもやっぱりですね、不機器騎兵ということで盾得意っていうのもありますし、硬いっていうことでですね、赤い桃園盾を持ってしても削れないということになってますね。本当に赤い編成ですよね。ただ抜ききれないっていうところもどうしてもあるという編成になってます。こちら SP 軍弓との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということですね。で、SP 軍弓、臥薪嘗胆とか防制攻略なんかでですね、あと延築封印もそうですが、相手に対して強行付与できるんですけども、これはですね、SP 純育がいるので最初の2ターンは跳ね返せるということになってますけど、SP 軍弓に関してはですね、後半ターンにかけてもですね、しっかり制御をかけていくっていうことになりますから、この辺は跳ね返せないんじゃないかなと思いますね。あと噴死鋭竜のようなですね、回復無効なんかも跳ね返せないっていうことになってますので、ここら辺が強烈に刺さってですね、引き分けてるんじゃないかなと思いますけどもね。憲法破砕もあまり発動できてないですしね。ただそれでもですね、これだけ赤い SP 軍弓に対してですね、引き分けられるということでですね、やはり耐久力というのはですね、定義法があるなという感じがしますね。こちら SP 軍弓との対決ということなんですけども、勝ってますね。で、お互い結構凸が進んでるって言いますか、軍弓に関してはもう真っ赤っていうことにはなってるんですけども、やっぱりそこの SP 軍弓って耐久力はそこまで高いわけではないので、ちゃんと戦うことができたらですね、不機器というですね、耐久力型の戦法、編成でもですね、勝ち切るっていうことができるということになってるんだと思います。
こちら SP 軍弓との対決ということなんですけども劣勢引き分けですね。これはまああまりちょっと戦法が発動してないっていうのとですね赤さの差っていうところはあるかなと思いますね。こちらは SP 軍弓との対決ということなんですけども圧勝してますね。1万も削られずにということになってますね。やっぱりそこそこ赤くなってきてる吹き機っていうのはですね本当に強い編成だなと思いますね。こちら SP 軍弓との対決ということなんですけども勝ってますね。圧勝と言うてもいいんじゃないでしょうか。3000も削られてないっていうことですね。赤さに差があるとはいえですねこの SP 軍弓に関してもそこまで突が進んでないっていうわけではないんですけどね十分ぐらいかなと思うんですけどもそれでもこんだけ削れないっていうことはですねよほど効果力でないとダメージを効率的に入れていけない編成ということになりそうですね。こちら軍弓との対決ということなんですけども引き分けてますね。優勢引き分けということになってますね。なんでこの吹き機ってねいまいち倒し方っていうのがわからないような編成になってると思うんですよね。槍じゃなくてしかも万能型っていうことだったらですね割と抜けないかなっていう気はしますね。で速攻型だったとしてもですね一気昇天タイプとかだったら抜けないっていうことになりますので抜ける編成っていうのが非常に少ない編成になってるんじゃないかなと思いますね。こちらは古神弓との対決ということなんですけども負けてますね。こんなこともあるんですね。 SP 純育 SP 閣下しっかりと突進めてるんですけどね。で対指示がですねかなり突撃戦法を打ってるので跳ね返した一気昇天っていうのがですね対指示に当たらなかった可能性が大ですね。でさらにですね艦内がハブ印象5回ということで大爆発してますのでこういった感じで上振れられてしまうとですねちょっと厳しいところはあると思います。こちらは古神弓との対決ということなんですけども引き分けてますね。ただ、かなり優勢引き分けということになってますので、この一気昇天を跳ね返せるっていうのはですねかなり優位に働くんだろうなっていうところですね。ただ対指示がですねこれ接触部9回も打ってるということでかなり上振れてますよね。なんでやっぱりこの引き分けまで持ち込まれたっていうことはですね一気昇天の効果って最初の2ターンしか効かないのでその後にバンバン打たれたっていうことになってると思います。こちら古神弓との対決ということなんですけども圧勝ですね。スパッと勝ってますね。これはやはり一気昇天が跳ね返って対指示に刺さってるっていうところがあると思うんですけども、まあ、結構赤い古神弓なのでこういった感じでやられるとちょっと参るなと言いますかね。ノーマル騎兵ということなんで今までだったらイケてた相手なんですけどもこうやってやられてしまうようになったということでですね古神弓はかなり使いにくくなったんじゃないかと思います。こちらは古神弓との対決ということなんですけどもやはり勝ってるということですね。速攻型に対してもですね一気昇天とか積まれてる場合はですねこんな感じで跳ね返せるので割と優位に進められるっていうことになると思います。こちらは古神弓との対決ということなんですけども勝ってますね。やはり一気昇天を跳ね返せるっていうのは強みになってるんじゃないかなと思うんですけどもこの吹き機に関しては破光という B 品質の戦法が積まれてるんですよね。こちらは突撃戦法で発動確率は 100% ということになってます。で相手の統率を下げるという内容になってるんですけどその内容自体はしょぼいんですがその発動率が 100% なので SP 各下のですね固有戦法のトリガーになってくれるということでですねこれは面白いアイディアかなと思いますね。やっぱり新登場した武将のおかげでですねスポットライトを浴びるような戦法が増えてくるっていうのはですねいいところかなと思います。こちらザンヒキリンとの戦いということになってるんですけども引き分けてますね。劣勢引き分けということになってます。ザンヒキリンめちゃめちゃ強いですよね。多分両方耐久型になりますので同等ぐらいかなと思いますけどね。一応 SP 閣下にですね拳法破砕は積んでるんですけどもそれでもですね相手の硬さを崩せてないっていうところがありますよね。多分突数勝負っていう感じになるんじゃないかと思います。こちらはザンヒキリン弓との対決ということなんですけども引き分けてますね。劣勢引き分けということになってます。このザンヒキリン弓は相当強いですよね。でこちらの編成と勝負っていうことになるとですねまあ両方耐久よりかなとは思うんですけども火力っていうのはですね砲塔とか脅威がいるそのザンヒキリン弓の方が高いのかなという感じはしますね。同じぐらいの赤さだったらどうでしょうかね。なんかザンヒキリン弓の方に部があるような感じはしますね。こちらザンヒキリン弓との対決ということなんですけども優勢引き分けということになってますね。先ほどはですねこのザンヒキリン弓の方に部があるのではみたいな話はさせていただいたんですけどこう見ると何とも言えないところはあるかなっていう気はしますけどね。やっぱり拳法破砕ですよね。ここがうまく刺さったらですねこの諸葛亮結構厳しくというかこのザンヒキリン弓が厳しくなってくるんじゃないかなと思うんですよね。割とパラパラではありますけども、固有はともかくパッシブと式っていう感じになってるじゃないですか。まあ砲塔はアクティブなんですけど
で、法都の太平同胞勝目相太に関しても憲法破砕で切り得ますしっていうところがありますので、で今回不機嫌5回憲法破砕発動してるっていうのもあってですね、こういった結果になってるんじゃないかなと思うんで、これは優劣つけがたいですね。こちらは残匹林弓との対決ということになってるんですけども、引き分けてますね。優勢引き分けということになってます。両方あまり赤くない状況での戦いということになってますので、逆にお互いが真っ赤でもですね、似たような感じになるのかもしれないですね。両方硬いので両方が削れずに泥仕合になるみたいな展開が多そうな気がします。こちら残匹林弓との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。この不機嫌という編成はなんかボッコボコにやられるシーンっていうのがほとんどないような編成になってますよね。強いと言われてるのも頷ける感じはするんですけども、やりと勝負した時にですね、どのぐらいの引き分け率、あと勝敗率っていうのになるのかっていうのも気になるところですね。こちら大帝弓との対決ということなんですけども、負けてますね。完敗なんですが、まあ、この大帝弓かなり赤いんでね、無凸の不機嫌ということだったらちょっと厳しいのかなっていうところはありますね。また先方の発動も微妙っていうところになってますので、下振れプラス赤さの差ということでですね、なかなか厳しいかなっていうところではあるんですけども、同じ赤さでお互いが上振れ下振れせずっていうことだったら同じぐらいの強さになるんじゃないかなと思うんですけどね。こちらは大帝弓との対決ということなんですけども、引き分けということになってますね。若干劣勢といったところでしょうか。ただこの真っ赤の大帝弓に対してですね、同系統の不機嫌がですね、ここまでやれるっていうのはですね、やっぱり強い編成なんだなっていうところですよね。硬さっていう点ではですね、もう文句のつけようがなさそうな感じがしますね。こちらは大帝弓との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。で、相手の大帝弓真っ赤なんですけどね、それでもこんな感じで5000も削らせないっていうことで、やっぱりとんでもないなというところですけどね。継承戦法もきっちり組まれてますので、こういった不機嫌っていうのはですね、真っ赤でなかったとしてもですね、赤くて手がつけられないみたいなところはあると思います。こちらは大帝弓との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。割と近しい感じの編成になってると思うんですよね。耐久型寄りの編成との対決っていうことになってるんですけども、まあ、両方赤いんでね、まあ何とも言えないところはあるんですけども、この大帝弓憲法破砕、損権が6回も打ってるにもかかわらずですね、こんな感じで劣勢引き分けになるっていうことだとですね、やっぱり自力は不機嫌の方が強いのかなという感じはしてしまいますよね。こちらは武法陸孫弓との対決ということなんですけども、負けてますね。これもまた一方的にやられてるなっていう感じがあるんですけども、これね、陸孫の固有戦法7回も発動してるんですよね。まあこんだけ発動されたらしょうがないかなっていう気はしますね。片や不機嫌の方はですね、あまり発動できてないっていうところがありますから、ただね、これ結構ええ勝負するんじゃないかなと思うんですよね。もし同じ突数で上振れ下振れがなかったとしてもですね、結構その不機嫌に対してボコボコにやられるっていうイメージはないかなっていう気はしますけどね。こちら肉弓との対決ということなんですけども、引き分けてますね。一応優勢引き分けっていう形にはなってるでしょうか。本当に引き分けが多い編成だなといったところではありますね。まあ、肉弓もですね、結構強い編成ということではあるんですけども、まあ、憲法破砕がですね、うまくはまったらですね、その不機嫌硬いんですけども、その耐久力っていうのをですね、少しそげる部分はあるかもしれないですね。こちらは天水弓との対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。天水弓でもダメなんですね。諸葛亮がいるので、アクティブ戦法かなり封じられるかなとも思いますし、あと初回ターン2ターン目にですね、制御を付与するっていう類の編成でもないので、割と不機嫌と対決できるかなと思ったんですけども、全然かなってないっていう感じになってますね。これは射食弓との対決ということなんですけども、引き分けてますが、劣勢引き分けということになってますね。射食弓やっぱり強いですね。おそらくは同系統の編成だと思うんですよね。耐久型寄りの騎兵、耐久型寄りの弓との対決ということになってると思うんですけども、こうなってくると赤さや上振れ下振れが大きく関わってくるんじゃないかなと思うんですよね。なので対抗手段といたしましては射食弓はありかなとは思うんですけども、圧勝するみたいな未来は見えないかなっていう感じはします。こちらは射食弓との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。ほぼ無凸の不機嫌ということになってるので、まあしょうがない部分はあるかなと思いますね。射食弓もかなり強い編成ということでですね、同系統かなと思いますので、ってなるとですね、凸差っていうのがですね、顕著に出てくるんじゃないかなと思います。
こちらヤリクソンとの対決ということなんですけども、圧勝ですね、3000ぐらいしか削られてないということになってます。ただ相手のヤリクソンがですね、拳法破砕兵務上制パターンではないということになってますので、もし拳法破砕バージョンだったとしたらですね、 SP の2人のですね、固有戦法なんかをですね、技法状態で、なしにされたっていうことになるとですね、ここまでうまくはいってなかったのかもしれないですね。こちらヤリクソンとの対決ということなんですけど、これは劣勢引き分けって言ったらいいですかね。まあ2000ぐらいしか兵損に差はないということになってるんですけどね。でこちら拳法破砕タイプではないということになってるので、まあこんな感じでですね、あまり削れないっていうことになってますよね。ヤリクソンと言いますと槍の編成の中では最強クラスということになるんですけども、それを騎兵でこんだけ止められるっていうのはですね、なかなかないんじゃないかなと思いますね。こちらヤリクソンとの対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。兵士宝物をですね、2つ装備してるヤリクソンということで相当強いんじゃないかなと思うんですけども、こんな感じで優勢に引き分けできるっていうのはですね、騎兵だとちょっと考えられないぐらいの強さですよね。こちらヤリクソンとの対決ということなんですけども、引き分けてますね、優勢引き分けということなんですね。でいくつか見させていただいたんですけど、ヤリクソンでね、抜ききれないのが不利っていうことになってるんですよね。槍最強と目されてるこのヤリクソンですら抜けないということなので、相当硬いなっていうところはありますね。まあそれでもヤリクソンが強いことには変わりはないかなとは思うんですけども、不利対策にはなってないということだと思います。こちらヤリクソンとの対決ということなんですけども、引き分けてはいますが2000ぐらいしか削られてないということでですね、超優勢引き分けということになってますね。苦手な兵士である槍のですね、トップクラスの強さであるヤリクソンがここまで抑え込まれるっていうのは結構えげつないですよね。赤さに差があるとはいえ、リクソンの固有戦法を2回打ってて1200しか削れてないっていうことになってますので、これはかなりきついですね。ヤリクソンではあまりぶつけない方がいいかもしれないっていうレベルかもしれないですね。こちらはヤリクソンとの対決ということなんですけども、完全優勢引き分けということになってますね。赤さっていう点ではほとんど変わらないと言いますか、ヤリクソンの方が上ぐらいまであるということなんですけども、こんな感じで削れないっていうことになってますので、ヤリクソンで削るのは結構難しいのかもしれないですね。こちらはヤリクソンとの対決ということなんですけども、優勢引き分けということになってますね。ほとんど削らせてないっていうことになってます。槍に対してこの硬さっていうのはやはりとんでもないなと思うんですけども、怖いのはですね、この吹き継承戦法に関しては妥協が見られるっていうところででもですね、こんな感じで硬いということになってますので、赤い吹き継っていうのはですね、本当に強いなという印象がありますね。こちらはヤリクソンとの対決ということなんですけども、優劣つけがたい形の引き分けということになってますね。で両方赤いんは赤いんですけども、そのヤリクソンに関してはですね、ロシクに関しては凸があんまり進んでないっていう形になってますね。ただ槍の中では最強格のヤリクソンがですね、騎兵を抜けないっていうこと自体がですね、もう脅威かなというふうに思いますね。こちらは最終層との対決ということなんですけども、引き分けてますね。これ潮試合ですね。お互い1万も削ってないっていうことになってます。ただこれだけ赤い吹き切れでもですね、こんな感じで削れないっていうことになってますので、やはり苦手な槍で、しかもかなり強い最終層ということでですね、赤さが同じぐらいだったらですね、ちょっと厳しいかもしれないですね。こちらは最終層との対決ということなんですけども、負けてますね。一方的にやられてるっていうところですね。まあ、これ勘銀兵の固有戦法はかなり上振れてるので、動けなかったんだろうなっていう感じはするんですけども、それでもですね、この赤い吹き木に対してこんな感じで一方的に勝つっていうのはですね、珍しいということになってますので、最終層の吹き木に対する性能っていうのはかなり高そうな感じはしますね。こちらは最終層との対決ということなんですけども、劣勢引き分けということになってますね。まああまり凸が進んでない最終層ではあるんですけども、この吹き木に関してもめちゃめちゃ凸が進んでるわけでもないということですね。これぐらいの凸差で抜けないっていうことになると、ちょっとしんどそうな感じはしますけどね。やっぱり吹き木対策でということで流行ってるっていう部分がですね、あったかなと思うんですけども、そこまで完璧に勝ってるわけではないのかなっていう感じはしてます。こちら最終層との対決ということなんですけども、ほぼ削られずに勝ち切ってるっていうところなんですね。で最終層の方が赤さしっかりと整ってるにもかかわらず、また勘銀兵がこういう戦法6回も発動してるにもかかわらずですね、こういった結果になってしまうということになってますので、で不機器これ順位なんか無凸ですからね、これでこの強さっていうのは結構やばいかなという気はしますけどね。まあ、カッコツ領土が7回発動してるみたいなところはあるんですけども、血力砂防と合わせると割と見かけるなっていう回数ではあると思います。
こちらは最春草との対決ということなんですけども、引き分けてますね。でこれは優勢引き分けって言ってもいいんじゃないでしょうか。まあ赤さに差はあるんですけども、それでもですねこんな感じで槍で抜けないということでですね、最春草のような強テンプでの槍でもどうにもならんということになってるので、なかなか厳しいですよね。こちらは洞察層との対決ということなんですけども、負けてますね。一方的にやられてるっていう感じがします。でですね、消耗工場が5回発動ということでかなり上振れてますし、異防必死や虚水弾球もバンバン発動してる。でカウの固有戦法も2回も発動してるっていうことで、これはかなりきついなっていう感じはしますね。しかも槍の編成ですしっていうことも考えるとですね、かなり厳しい相手になってるんじゃないかなと思いますけどもね。でですね、一応跳ね返せる制御っていうのは結構多そうな感じするんですけども、その短期戦利であるだとか、あと蝶の固有戦法でですね、その跳ね返したやつがしっかりと相手にかからないっていうところもあると思うので、不機器のメタ編成ということになりそうな感じがしますね。こちら洞察層って言ったらいいですかね、との対決ということなんですけども、引き分けてるんですね。で一応劣勢引き分けではあるんですけども、相手2万近く削ってるっていうことになってますので、これだけ削れたらまあ万々歳かなっていう気がしますよね。こちらの編成かなり強いんですけどね。で槍の編成でお互い真っ赤っていうことなので、一方的にやられるかと思いきや、こんな感じで割と耐えてるっていうところがですね、やはり不機器の硬さを表してるんじゃないかなと思いますね。こちら洞察層との対決ということなんですけども、これも圧勝なんですね。3000も削られてないっていうことになってますから、槍の編成でも安定して倒せないっていうことになると、どうやったら安定して倒せるんでしょうね。こちらの洞察層に関してもほぼ真っ赤っていうことになってますから、まあ、最終層とかでもですね、普通に勝ってる戦法とかあるんですけど、絶対勝てるっていうわけでもないっていうことになってるんですよね。非常に厄介な編成だと思いますね。こちらは洞察層との対決ということなんですけども、引き分けてますね。で優勢引き分けということになってるんですよ。すごいですね。洞察層と言いますとテンプルの中でもかなり強い部類ということになってるんですけども、で赤さっていうのもしっかりありますよね。でかたや不機器に関してはですね、あまり赤くないということになってるんですけども、こういった感じでですね、優勢引き分けになれるっていうことでですね、本当にこういった編成だったら確実に勝てるっていうのがですね、確立しにくいような編成になってる感じがしますね。こちら洞察層との対決ということなんですけども、負けてますね。何もさせてもらえなかったといったところですね。やっぱり制御っていうのをしっかり付与するような部隊になってるので、ってなるとですね、洞察っていうのはちょっと苦手なのかなっていうところがありますね。ただ不機器に関してもですね、突以外に伸びしろっていうのは結構あって、言及を覚えさせてるので味方の混乱っていうのは解除できなくなってますし、あと憲法破砕も積まれてないっていうところになってますよね。まあ憲法破砕に関してはですね、この洞察層相手っていうことだったらですね、そこまで優位には働かないかなとは思うんですけども、まだいじる要素っていうのはですね、残ってるんじゃないかなと思います。こちら浮上長宗との対決ということなんですけども、引き分けてますね。でお互いあまり凸が進んでないっていう感じにはなってるんですけども、これで勝ちきれんというのはですね、なかなかこの浮上長宗の方からしたらですね、厳しいんじゃないかなと思いますね。まあ、ちょっと肝銀兵のね、固有がね2回しか発動してないみたいな感じになってるので、かなり下振れてるなっていう印象はありますね。カウの固有も1回しか発動してないですからね。引き分けまでもつれてこれはちょっと寂しいかなと思いますので、ちゃんと発動してたらやっぱり吹き切りでは厳しかったんじゃないかなという気はしますね。こちらは浮上長宗との対決ということになってるんですけども、負けてますね。2000も削れずに負けということになってますので、一方的な展開になってるんじゃないかなと思いますね。まあ槍でね、しかもこういった感じでかなり赤くて強いテンプレ編成っていうことになったらですね、こういった結果も致し方ないのかなっていう気はしますね。こちら浮上長宗との対決ということなんですけども、負けてますね。やっぱりこの槍の編成強いなっていう感じはしますけどね。まあその突破っていうのもですね、あって負けてるっていう部分はあるかもしれないですね。割と使ってる人の話を聞くとですね、突が進んでない吹き切ってそんなに強いという実感が得られないっていうことはですね、よく聞きますね。こちら浮上義僧との対決ということなんですけど、なんと勝ってるんですね。槍に対して、こんな感じで勝てるっていうのはなかなかすごいですよね。1万8000は削られてるっていうことになってますし、かなり赤いっていうのもありますから、同じ赤さぐらいっていうことだったらですね、やっぱり浮上義僧の方に分があるんではないかっていうところなんですけども、赤かったらまあ何でもこうぶつけていけるっていうのはですね、使いやすい編成だなと思いますね。
こちらは食やりとの対決ということなんですけども、なんと勝ってるんですよね。こんだけ赤い食やりで抜けないっていうことになると、本当にどうすればいいのっていう話になってきますよね。で、意気消沈に関してはですね、勘銀兵の方が速度が速かったので跳ね返せてないんですよね。なんですけども戦軍一掃2回発動してて、これによる強行っていうのは跳ね返せるっていうことになってますから、それによって動きが悪くなった可能性っていうのはですね、どうしてもありますよね。にしてもですね、超音とか洞察っていうことになってますので、そういった跳ね返しとかも食らわないっていうことにもなってますし、あと核の混乱とかも食らわないっていうことになってるんですけども、こういった結果ということになってますので、安定して勝てる編成っていうのは本当に少なくなるんじゃないかなと思います。こちら面白いですね。陥落層との対決ということなんですけど、陥落層が勝ってますね。で、陥落層っていうのはスタド編成で、陥銀兵、あと学神と菜園で組むんだったと思うんですけども、そのレベリングっていうのが進んで、でコストっていうのが上がったら菜園をサジに変えると良いみたいな感じになってる、スタド編成ということなんですね。それをまんま使ってる感じはするんですけども、こんな感じで吹き気を抜き切るということでですね、すごいですね。槍だからといって抜けないのが吹き気ということになってるんですけども、赤さも相まってですね、こんな感じで勝ててるということですね。こちら法政三聖人との対決ということなんですけども、これ優劣つけがたい感じの引き分けということになってますね。両方真っ赤ではあるんですけども、この関連の反撃タイプって言ったらいいんですかね、この三聖人っていうのかなり面白いですよね。で、大火役場が積まれてるので、序盤の計略ダメージっていうのも出にくくなってるっていうところもあってですね、こんな感じで引き分けてるということですね。僕はね、やっぱり対戦してると、この関連と東博のコンビの舞台っていうのは本当に嫌いなんですけどね、使ってる方からしたらですね、物足りなく感じることもあると言ってるみたいなんでね、なんかこう味方にすると頼りないけど敵にすると厄介みたいな編成になってると思いますね。はい、いかがだったでしょうか。かなり長尺の動画になってしまってるんですけども、戦法詳細動画ということになってますのでね、今までもだいたい1時間ぐらいの動画っていうのをですね、数多く作らせていただいてます。その点、まあご了承いただけたらと思うんですけども、最後そしたら兵種別にまとめていきたいと思います。まず対騎兵なんですけども、こちら12勝12敗4分けということになってて、割とイーブンなのかなっていう感じはするんですけども、その引き分けの内訳っていうのがですね、優勢引き分けが3ということで、まあ 75% は優勢ということで、わずかに騎兵に対してはですね、優位に戦えてるということになってると思います。でですね、一応負けた部隊っていうのはですね、速攻型が基本的に多いということになってるんですけども、この不機器にですね、勝ち越してる騎兵の編成って言ったらですね、一応2つだけありましたね。それは勧誘機と斬首機ということになってます。なんで両方ともですね、長領と加工園が絡んでる編成ということになってますよね。なんでメインアタッカー、サブアタッカーという感じでですね、アタッカーが2枚いて、で速攻型でさらに拳法破砕も積んでる、こういったケースでないとですね、勝ち越すのは難しいということになってると思いますね。で、今シーズンはですね、長領が爆破入りしてて、両機器なんかもですね、一応4つだけですね、戦法あったんですけども、その不機器に対してはですね、1勝3敗ということでですね、大きく負け越してるという結果になるんですね。なんで不機器があまりにも硬いので、やっぱりアタッカー2枚ぐらいいないとなかなかダメージが通らないっていうことになってると思います。でですね、シーズン11で長領が流行ってる理由といたしましては、神父の同古説というのがあるんですけども、これと長領との親和性が非常に高いがゆえにですね、流行ってるっていうことになってます。で、流行ってるっていうことは、それが強いと認められているからということになってると思うんですけども、シーズン12以降はですね、こういった同古説とかいうことはないと思いますので、その不機器に対する優位性っていうのはですね、さらに下がってくるんじゃないかなと思いますので、速攻型だからといってですね、安定して勝てるっていうわけではない編成というのがですね、今回の動画で分かっていただけるんじゃないかと思います。で、次、兵士適正的に有利な盾に対するっていう結果なんですけども、5勝1敗24分けということで、案外価値は少ないということになってるんですね。ただ30回戦って1回しか負けてないっていうことになってます。で、引き分けに関してもですね、優勢引き分けが19ということでですね、優勢引き分け異常率っていうことだったらですね、圧倒的ということになってますね。なんで盾見つけたら中身は確認せずともですね、ガンガンぶつけていけるということになってます。で、劣勢引き分けっていうのが5回あったわけなんですけども、そのうちですね、2回劣勢引き分けを取ってるのが技法盾ということになってました。やはり技法盾は強いなという感じはしますけどね。でですね、唯一この不機器に土をつけたのがですね、なんと桃園盾だったんですよね。まあその桃園盾だったらですね、安定して勝てるっていうわけではないかなと思うんですけども、劣勢引き分けも1回取ってるっていうことになってますので、何かしら盾の中だったらですね、不機器に対して優位な部分っていうのがあるのかもしれないですね。
で次ユミンとの対決なんですけど、ユミンに関してはですね結構耐久型なんかも増えてきて、でこの不機器に対抗できるんじゃないかっていうような編成もですねいくつか予想できるんですけども、結果をお伝えしますとですね6勝3敗16分けということになってます。で優勢が9ということでですね、やはりユミンに関してもですね大きくその不機器の方が勝ち越してるっていうことになってますね。恐ろしいですね。で強い、テンプル編成を見ますとですね、まあ例えば SP 軍ユミと対決っていうことだったらですね、まあ3勝2分けみたいな感じになってて、完全に不機器の方が強いということになってますね。でシーズン11で爆破やりしてた残壁リーグミですね、こちらの編成も手がつけられないぐらい強かったんですけども、不機器に対してはですね5回戦って5回引き分けてました。ただ優勢引き分けっていうところを見るとですね、不機器の方が多いということになってましたので、やっぱり自力は不機器の方が強いのかなという気はします。ただですね対抗手段としてはですね、全然 OK ということになってますので、まあ不機器が強くてどうもならんみたいな時はですね、その残壁リーグミをぶつけるみたいなことがあったらですね、まあ引き分けぐらいの結果っていうのはですね収めてくれる可能性があるということですね。で大抵弓もですね耐久型の弓として非常に強いですけども、それに対してはですね1敗3分けということで、4回戦って1回も勝ててないんですね。なので大抵とか優位だとしたら大抵弓の方が優位かなと思うんですけども、ただこの3引き分けっていうのがですね3回とも不機器優勢の引き分けということになってたんですよね。なんでまあそのどっちが強いんかなっていうのはちょっと一丁一短つけがたいかなっていうところがありますね。なんでキリン弓にしても大抵弓にしてもですね不機器と十分戦えるんですが、そのメタ編成かって言われたら全然そんなことなくて、逆にその負けることの方が多いみたいな感じになると思いますね。で最後射色弓に関してなんですけど、ちょっとこれサンプルが少なくて2回しか戦ってるのを見てないんですけども、2分けということで、しかも劣勢引き分け2ということで、ただの一度もですね優勢を取れてないっていうことになりますので、もしかしたら赤い射色弓とかいうことだったらですね、そのシブロフぐらいで、不機器に勝れるんじゃないかなっていう気はしましたね。ただこれに関してはメタっていうことはないんじゃないかなと思います。最後兵士的に苦手な槍との対決ということなんですけど、こちらが5勝6敗14分けということで、さすがに負けの数の方が多いということになってるんですけども、優勢引き分け以上がですね9ということになってますので、これを考えるとですね優勢引き分け率っていうことを考えるとですね5割超えるということになりますので、槍だったとしてもですねその全然優位に立てないということになりますね。恐ろしいですね。で槍の中で最強と言われているヤリクソンですね、こちらとはですねその1勝7分けとで、優勢6ということでですね、まあそのヤリクソンに対して勝ったのは1回だけなんですけども、その7回引き分けてで優勢が6回だったっていうことでですね、8回戦って劣勢になったのは1回しかなかったっていうことなんですね。なのでヤリクソンでは全然勝てないというのはですね分かっていただけるんじゃないかなと思います。でですねこの不機器のメタとして期待されてた最春草なんですけども、これとの勝負っていうのがですね5回あって1勝1敗3分けということになってたんですよね。なんで五分かと思いきや不機器の優勢がですね3回だったということでですね、これまた最春草でも勝てるというものではないということが分かっていただけるんじゃないかなと思います。で、あと強いテンプレの槍と言いますと洞察層がありました。で、洞察層との対決っていうのはですね1勝2敗2分けで優勢が1ということでですね、これは負け越してるって言ってもいいんじゃないかなと思いますね。なんで洞察層に関してはですね四分六ぐらいで不機器よりは強いということでですね、ここでようやく不機器より強い速攻型以外の編成が出てきたなっていうところですね。で、あとですね、カン艦長との対決ですね、浮上長層ですね、カン、カン銀兵、長飛との対決っていうことだと、3回戦ってて、2敗1分けで、しかもこの引き分けも劣勢ということだったので、まあ、1回も優位取れてないっていうことなんですね。なんで、浮上長層に関してもですね、不機器に対しては強く出れるのかなという気はしますね。でちょっと残念なのは北伐層との戦法っていうのが紹介できなかったということですね。ただ北伐層でも厳しいんじゃないですかね。最終層でダメなんで北伐層でもダメやと思いますね。で不機器はともかくとして大崎とか SP 技法機との勝負っていうのはあったかなと思うんですけど、それでも全然優位に立ててなかったかなっていうところがありますので、槍の万能型とかだったらですねちょっと太刀打ちできないんじゃないかっていうのがですねこの不機器ということになってます。で最後まとめますとですね、この不機器に対して優位取れたのがですね、艦遊機、斬首機、射色弓、洞察層、浮上長層、この5つしかなかったっていうことなんですね。
で、この5つに関してもですね、完璧に優位を取ってたっていうわけじゃなくて、10回100回って戦ってったらですね、多分そこまで優位でもないかなっていう感じはするんですよね。少ない戦法でですね、ちょっと上回ってたよっていうレベルになってますので、まあその不機器に対する絶対的な対策にはなりえないということになってると思います。なんで今回ですね、一応108の戦法の方をですね、ご用意させていただいたんですけども、これだけ戦ってもですね、その不機器に対するメタの編成っていうのはですね、見つからなかったというのが結論になってるわけなんですね。なんでこれだけ高級なのも納得かなっていうところですよね。高級でさらに武将の方もですね、強力っていうことだとですね、こういった半分無敵の編成っていうのがですね、出来上がるということになってますね。ただ合計しますとですね、その優勢っていうのが 80% っていうことになってるんですね。その優勢異常率ですね、価値っていうのも含めてっていうことになるわけなんですけども、なんで劣勢引き分けもしくは負けっていうのが 20% しかなかったということではあるんですけども、一応負けはあるんはあるんですよね。なんでその恐れずにですね、突っ込んでいけばですね、まあ強い舞台だったらですね、何回かぶつけたら勝てるっていうことになりますので、まあ強いは強いんですけど、ぶっ壊れっていうほどでもないかなっていう気はするんですよね。やっぱりぶっ壊れと言いますと、兵損ほとんどなくですね、完全にその兵力っていうのをゼロにして勝ってくるみたいな舞台ですね。なんでゴキバが登場した時のゴキバみたいなのがですね、まあちょっと壊れ性能かなっていう気はするんですけども、この不機器はですね、とにかく引き分けが多いということになってますので、まあ対戦してですね、その劣勢引き分け以下になったとしてもですね、兵損が大したことないみたいなこともですね、結構あるっていうことなんですね。あと速攻型とかだったらね、やっぱりその耐久力が低いんでポコポコ負けますけど、耐久型とかだったらですね、劣勢引き分けだったとしてもですね、ほとんど削られてないみたいなことも多いということになってますので、使う側からするとですね、ちょっと物足りない編成でもあるかもしれないですね。だからこそやっぱり賛否両論出てる編成になってるんじゃないかなと思いますね。ただ僕的にはですね、かなり好みな編成ということになってるので、使いたいは使いたいんですけど、3人とも凸があんまり進んでないっていうことでですね、現状使う予定はないということになってます。ただ今回の戦法詳細見ていただいた通りですね、あまり凸が進んでなくても強いっていうのは分かっていただけるんじゃないかなと思いますので、まあとりあえず1枚ずつ引けたみたいな方でですね、あまり課金されてないみたいな方はですね、組んでみてもいいかもしれません。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。